これからですね、この電車ですね、いつも入らないですね、皆さん見れないところに入ってきます。さてどこでしょう。わかめといるかな。はいはいはい。はい。はい。ボクちんに。麻生太郎です。はいはいはい。佐藤佐藤佐藤さんなの。ただいま電車場に入るというありましたが、あそれは全くご見当違い。子供にはちょっと受けが悪かったんで、ね、やめときます。ただいまね、今前の方のお友達、電車のね、ピットという検査場、電車をね、検査するところに入ってきます。普段ですね、こんなが入れません。シャッターチャンス、シャッターチャンスでしょ。シャッターチャンス、ここ。どれ、こっちよ。こっちとね、こちら進行方向、左側、同じ線路に入っています。線路と線路の間に穴が開いています。電車を真下から点検する穴となっております。電車の下の機械や車輪を今日も大丈夫かな、今日も大丈夫かなと確認し、皆様に安全運転を提供できるよう前の車輪に入ってしてました。うぅ、気持ちいい。1号車のお友達ついにスパッシュ。うぅ、やばいやばいやばい、お兄さんもやばい、もうそろそろやばい。あれ、止まっちゃってるじゃない。あ、止まってるよ。あ、ちょっとね、おじさんがね、ちょっと終わるタイミングミスっちゃったんで、ちょっともう一回待ってください。本当におじさんが入りますね。ということで、ちょっと待ってくださいね。僕も通る。
お詫びの追加スプラッシュいきますんで、いきますよ。お兄さんも消化不良だったんで、もう追加しちゃいます。わあ、来た来た来た。見えないよ。ああ、おーい、今はスプラッシュ。見えない。なんで見えない。スプラッシュの勢いがちょっと足りないね、これ。もう仕上げない。あれ？どうしたのかな、これ。これ、ちょっとね、お兄さん、もう今びしょびしょになりながらね、もう申し訳なく思ってるんですけど、ちょっと待ってね。またやり直すわ。やり直します。本来の予定では1回でまた3号線出て降りていくだけ予定だったんですが、お兄さんの特別許可が出ましたので、さらにもう1回スプラッシュお兄さんがしたいという要望があったので。パパ、水が漏れてる。申し訳ございません。これでもう一回やります。そう、麻生太郎さんに頼んでやってますんで、ご勘弁いただきたい。おいしい。これからね、私のミスです。もう一回ね、財務省として洗車機を通らせていただきたい。この動きが悪いんでね、ちょっとご勘弁にしておきますね、麻生太郎は。それではね、もう一回いきます。ブラシゴシゴシで、ね、やりますんで、見える。息のいいブラシが見えるよ。4号車のお友達が再びスプラッシュ。パパ、3号車の友達も再びのスプラッシュ。もう事故だ。2号車のお友達もスプラッシュ。うわっ、あー、1号車、1号車、もう一回クリア、来た来た来た、ジャンプ来たよ。うーうー、事故じゃん。パパ、すごかったかな。びっくりしたよっていう人、あ、びっくりした。それではね、最後、これがね、本当に最後です。最後のスプラッシュいきますんで、それではですね、お待たせしました。最後のスプラッシュ、ラストスプラッシュです。ラストスプラッシュ。それではね、最後いきます。これが最後です。もう見納めです。心してかかりなさい。うわぁ、しこちゃん、ほら、ルパロさん、そろそろ2位のお友達、ラストスプラッシュ。うわぁ、しこちゃん、さあ、3号車のお友達もラストスプラッシュ。財務省としては、これを最後のスプラッシュにさせていただきたい。麻生太郎でした。
それでは4号車の友達、ジャンプスプラッシュしてるかな。してるかな。返すからね。ピクシー、あげといてください。ねえねえ、よろしくお願いします。ねえねえ、サクラスってかどうやってそれですね、本当に最後でございます。皆さん楽しかったですか。サクラスってどうやって、はい、お知らせいただけましたでしょうか。まもなく元のホームに帰ってきました。乗車口と同じ出入り口を開けますので、しばらくお待ちください。お手回りにもう一度確認の上、お忘れもないようご注意ください。短いですの時間ですが、ありがとうございました。